まあ、あの海でたまった、特に海溝でたまった堆積物ですね。で、まあ、粗いものから細かいものになって、で、また白っぽいものがたまったり、黒っぽいものがたまったりっていうのをこう繰り返している地層です。で、まあ、その中でもこう綺麗にたまっているところもあれば、あとはすごいこう、くね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 、集曲しているところもあります。で、またその、さらに上ではまた綺麗に順番にたまっているところがあります。で、まあ、このくね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 しているところを、なんですけど、これはその、ものがたまっていく中で、だん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 こう、上から、圧力を受けて、硬くなっていくんですけど、その硬くなっていくときにこう、水が抜けるんですね。で、その水が抜けた時にできるようなこういう構造です。で、まあ水が抜けるそのタイミングもあるんですけど、まあ地震とかが起きると、いわゆる液状化現象が起きて水が抜けるんですね。なので、その、もしかしたらこれは水、地震とかでできた構造でもあるかもしれません。